軍隊では新兵キャンプと言いまして、何も知らない新人をキャンプにぶち込んで、それ殺人マシンにしてしまう。そういうトレーニング。できてるみたいなんですよね。まあ第二次世界大戦の時はどこの国でも行われてた。ベトナム戦争だと、このウィンターソルジャーという映画の証言だと行われてた。 私、その新兵トレーニングみたいな、この洗脳教育というの、もう断固反対ですね。だすごく強力なんですよね。まあ、それが間違ってる間違ってない、それにかかわらず、そのウィンター・ソルジャーというこの映画だと、この何も殺したことない人が最終的にベトナム人を100人も殺してしまう、そういう状況に洗脳できたんですよね。 でこの映画映画とかベトナム戦争とかの話については別のログでやってます。それ今回、この洗脳教育、民間でも一部の企業を行ってるんですよね。まあ日本でも確認したところ、数社やってるみたいですね。まあ、ちょっとここれは名前出さないですけど、まあ、名前出さないか限りなく、まあヒ、ヒントじゃないヒントみたいなものを出しますよ。ああののまずあの 某大手京都の餃子チェーンあそこ新人教育で洗脳的なことを行ってるんですよねあとはあの某大手運送会社あも行われてると聞いたことありますねまあ大手運送会社は上から、まあ、4つベスト4その中の会社のどれか1つが強烈なことをやってるみたいですね 他にも、あの、どっかのコンサルタント会社とか、ソフトを開発会社、そういうところは行ってるっていうことが、ネットで話題になってますね。結局、そんなことしても、害しかないんですよね。あの、もう人として欲しいんじゃなくて、この、いわゆるこの人間の形した機械が、会社はその機械が欲しいと思ってるんですよね。あの、その人の知恵はいらない。もう 会社はこの通り人が動いてくれればいい。文句も言わない。でも、まだ今ロボット技術というものが進化してないから、この生身のこの5体満足な人っていうのは、すごく都合のいいロボットなんですよね。ハードウェア、ハードウェア的に。でも人を雇うと余計なソフトウェアがついてくる。まあ私、自閉というもの、まあ体、 五体満足プラス、この余計なソフトウェアというものがここに入ってるんですよね。なんか会社としては、その洗脳とかしたい会社にとっては、このソフトウェアというものが余計なんですよね。いや、知恵、人間の知恵。もちろん人間の知恵、新しいアイディアとかを生み出しています生み出しますけど、もう会社自体にバシッとアイディアがあれば、余計なものいらないんですよね。会社がこうやると言ったら、その通り動いてくれる人材が欲しい。 だから洗脳するんですよね。あの、研修センターとかお金を作ってても。あと、人を雇ってでも、時間を割いてても。まあ、確かに効率良くなるかもしれないです。でも、まあ、正直、そういう会社の商品、サービス利用したくないですね。まあ、あの、皆さん、そういうのを見つけたら、なんか、どんどんこの、 コメントでも書いてくださいよ。あの、その会社使うのやめましょう的な。だってそういうことをやらなくたって、あの、維持できてる会社あるわけ、あの動いてる会社あるわけですからね。だから、私は反対ですね。もう人,人間は人間として使いましょうみたいなロボットじゃないです。私はこのしん、もちろん新兵教育、本物のブートキャンプというものも反対ですけど、 これ,をこれを真似たあの民間の教育、研修、そういうものも断固反対ですね。それ反対する方法として、そこの会社の商品、プロダクト、サービス、そういうものは買わない、そういう動きをしていきたいですね。